ありませんか？ハイスコア期待しています。阪神甲子園球場です。阪神タイガース対横浜 DeNA ベイスターズ、この一戦をお送りいたします。いよいよ最終回を迎えました。トップバッターは牧。はい、はい、ここは外野陣が深めの守備位置に変わっています。投げました。初球高速スライダー空振り、タイミング合いません。投げた、カーブ決まってストライク、これで追い込みました。投げた、流し打ち、どうだ、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは宮崎、これが4度目のバッターボックス。投げた、インローを見送ってストライク。さあ次の投球、投げた、決まってストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。第3球は完全に外れた、ボール。第4球を投げた、シュート、空振り三振。バッターは6番関根、タイガース。ここは何としても抑えたい場面。第1球投げました、初球空振り。第2球投げました、見送ってストライク。さあいよいよあと1球、投げました、打ちました、引っ掛けた、内野ゴロ、大山取った、大山自らベースを踏んで3アウト、ゲームセット。西見事な完封勝利、タイガー見事勝利を収めました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。